それでは劇に入らさせていただきます。元東京大学応援部、そして船橋市議会議員朝倉美希春様、よろしくお願いいたします。そして、もう一方、同じく元東京大学、応援部、そして、株式会社ラフダイヤモンド代表取締役でもあります、稲城、美希也様、よろしくお願いいたします。千葉県船橋市からやってまいりました、池田智子さんは実は私10代の頃から知ってるんですね。彼女がチアリーダーとして、私たちがリーダーとして、東京六大学野球神宮球場で、野球部の応援を見せました。その時からのご応援が続いて本日も応援させていただきます。まず私たちがフレフレ、池田、というのをやりますので、それをお聞きいただいて、その後稲城さんがちょっとご説明しますけど、みんなで規制を上げることをやりますので、よろしくお願いします。そう、それは本当に説明まずは聞いてみてください。控えめにやっていただきたいんですけれども、劇ということで、アントニオ猪木の 1,2,3 だっていうのをご存知でしょうか。私が 1,2,3 いけまで言いますから、皆さんでだーという感じでやっていただきたいなと思ってます。あんまりバーってやるとちょっとお年寄りの方腰痛めますけど、控えめの方もで、若い方はだーとやっていきましょう。それでは行きますよ。1,2,3、いけだ。大変熱のこもった劇ありがとうございました。以上をもちまして、さて市長候補、池田智子出陣式を閉会させていただきます。皆様のご協力ありがとうございました。